はい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 。準備周到すぎん？あ、まずは配膳の？あ、ちょっと待って。あ、オッケー、わかった。じゃあもうちょい。もう行く。オッケー。え、これ招待来てる？招待来てる？招待来てえ？いや、る？来てない。俺通知までそういうの多分やってないから。あ、オッケーオッケー。あ、じゃあ。はいちょっよと待って。ー。いいんじゃない？はい。はい。こんな感じ。はい。画質悪い。マジで。暗いんかな？こう。どうすか？画質。画質悪い。あ、人多いからか。人多いからかも、マジで。うん。人が多いと画質悪くなっちゃうんですね。そんな。うん、画質荒いのは、俺はいつも通りやってるんで、多分、あれですね。うん。人が多いからかも。みんな画質悪いって言ってる。あららららら、あらららら、画質悪い。まだ悪い、悪い。マジで？あ。画質、どうですか？悪い。なんでやろう。人が一気に来たからかな。画質悪いんや。でもね、どうしようもないよね。ピント合ってないっぽい。マジで。なんでやろう。ちょっと逆にしようかも。うわ、なんやねん。どうすか？ああ、私マンションじゃないんです。はい。治った、治った。治りましたか？治りましたか？良くなった。ああ、良くなりました。ありがとうございます。良くなった。よかった。治った。ありがとう。皆さん教えてくれてありがとうございます。すごいありがたい。ちょっとね、呼んで、あれ、もうマサ入ったのかな？あ、入った、入った。招待します。はい。招待しました。何人来るかめっちゃ楽しみだ。今でも90人ですからね。90人ってすごいよ。おい。おー、入りました、とうとうん。俺これう。はい近すはいぎ。はい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 。テレビ消してくんね？なんで？なんか YouTube 載せてかな。はい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 。これ、毎日クリスマスなんじゃん。あるよ。すげえな。俺んちも、そんなでかい人何センチ？ちょっと見せてくんね。何センチ何センチそれ。これ180ぐらい。180ぐらい。でっか！ちげえな、やっぱ2000万。2000万は違う。ちょっと文字をひとまそうぜ。これしかできない。すごい髪の毛やな、お前。やばすぎやろ。ボンバーヘッドになってるよ。え、くくってんの？くくってないよね。この画面明るくできないのかな、俺。いや、多分ね、俺ね、俺パソコンの前で喋ってるから。明るいとこに行かないと明るくならない。でもクリスマスすごいの。お、すごい、すごい来てるぞ。300。300来てる。これ俺どいたらさ、なんか映るかな、大丈夫かな。電気明るくしたい。電気明るくなるかな、これ。これじゃならんのか。明日何時？なんかでも普通にさ、普通に佐藤とか入ってきそうだよね。300人ぐらいや。はい。皆さんありがとうございます。ってことで、兄弟対談ってことで、やっていきます。はい。すごいね。300やね、とりあえず。いやでも俺もうちょい行くと思ったよな、実は。10時やしね。確かに。まさ、ファンカン何するのって。わかんな全くわかんない。い。うん。はい。で、皆さん、すごい質問が来てるけど、とりあえず、昨日、皆さんに教えてというか質問をいただいたので、それをまず
やっていこうかなと思います。はい、じゃあいきなり質問、登場曲を選んだ理由なんでしょうか。これ結構俺気になるみたいな、実は自分が気になるっていう。いや僕はなんであの登場曲だ、あれ嫁さんが好きな、なんかあやっぱそうなんだ、って2連続でそうだったやん。ちなみに来年は、来年はじゃあ2年連続あるやん。全然決めてないけど、なんかさ曲作るのもさ、自分の好きな曲とか別にないし。ああ確かにね、まあ、じゃあ嫁さんと考えるみたいな感じ。うん、まあどうだ、一緒。なんかさそれこそさ、みんなにさファンの人がさ一番いいと思うやつでやったことね。いや、やだ。やなんかい。はい、で、次、兄弟の小さかった時の思い出だって、なんやろ、なんやろ、なんやろ、小さかったの、あれじゃね、野球じゃね、やっぱずっと野球やってないからウケるんやけど、本当の兄弟とか言われてんやけど本当の、ね、野球、野球ですね。はーい。オフにすること、オフに何するの？オフに。出かける？オフにってどういうこと？お、今のオフ？安い？今、今オフじゃない。いや、今のオフ。今のオフ？今のオフは、うん、なんだろう。何してますみたいな感じだって。今は行事書がまだ全部終わってないから、そういうのをいろいろ意外と、確かにね、意外に行事が立て込んでるって感じ、うん、意外と、はい、オフっていうオフ感はまだないかな。そうか。はい、次、ニモリ、野球の球場やってる時になんかさボード書いてる人いるじゃん。うん、あれってさ見えてる？見えるよ。おー、見えるんや。見えるって皆さん。内野は見える。内野は場所によるかな、それも全部。あー、外野は見えんよ、さすがに。見えんっていうか、見てない、外野はそんなに。そうやって、皆さんじゃあ内野の席に行ってください。内野はい。なんだよ、近くしか本当見えない。確かにね。あの、入場した時だね、見えんの。意外に見えんだ、ね。見える。はい、じゃあ次、はい、兄弟喧嘩はしますか、やって。今はしないよね。しない。今はしません。あ、ちょっとさ、ここでさ、あれやね、皆さん、この200人の皆さん、YouTube、正月に YouTube やる内容言うか、まず。俺やり言ってないし。違う、俺がやるから。うん。YouTube 俺がやるんですけど、今考えてるのは、50メートル走とリフティング。50メートル走めっちゃ面白いだろうな、きっと。面白くないでしょ。あとリフティング。やっぱ俺が勝つに決まってるやん。いや、あとフリースロー対決も面白いかなと思ったんや。あと、バドミントン。バドミントン結構いい勝負しそうじゃね？いや、絶対しない。いや、お前マジでお前舐めてる。ってことで、そんな感じでね、YouTube やってるんで、YouTube やりますんで、今のうちね、チャンネル登録しといてください。マジで確実に面白くなるんで、マジで YouTube のチャンネル登録してください。皆さんお願いします。ってことで、質問に戻ります。お、これは結構聞きたい人多いかも。三森選手の、個人的ベストゲームだって。え？なんて？個人的ベストゲームだって。まあ4安打した試合か、サイクルできなかった試合か。あー、サイクルも入ってるね。
ああ、まあでも結局できなかったから、まあ4安打した試合かな。ああ、やっぱ、まああれはそうだった。あれは普通に見ててもそうだった。だそうです。三森選手、ゴルフのスコアはいくつですかってのを言ってます。もう恥ずかしくてこれは言えないやろ。マジで。え ?97 やった。本当かよ。あの、それも。98だったっけ ?98 かな ?98 か 97?90? どっちか忘れた。それも、あの、YouTube 載せますんで、あの、実力が判明しちゃうかもしれないんですけど、まあ、私がやるっていう手で、まさきがたまたま映っちゃってたらごめんねって感じやね。はい。って感じで、次。ホークスの選手で仲がいい人は誰ですか?これ、いつも聞かれるけど、まあ、同級生、普通に。はいはいはい、まあ、そうですね。クキフレア、佐藤直樹。はいはいはい、まあ、そうだね。はい、って感じ。次。リクヤ、ゴルフ行こう。リクヤがいる。嘘、誰リクヤって。あ、清水、うん、あ、結構ね、見てくれてるかもしんない。だそういう。はい、高校野球の思い出だって。高校野球の思い出、うん。うん、高校野球の思い出難しいな。神宮、まあ、東北大会優勝して神宮と甲子園に行ったことかな。ああ、まあ、それはな、確かにそうやな。すごかった。あれはすごかった。はい、次。差し入れで嬉しいものを買って。何が好きなの?そもそも。差し入れで?差し入れで嬉しいもの。何や?スタバのカードとかじゃん。スタバのカード。めっちゃ行くじゃん。スタバのカードリアルすぎやん。食べ物じゃねえ。スタバってめっちゃ行くやん。だって食べ物って食べれないじゃん、実際。実際も。確かに。確かに。困るじゃん。スタバのカードが嬉しい。絶対行くじゃん。リアルすぎるわ。え、めっちゃ嬉しいよ、多分。確かにね。ガチで嬉しい。今あれだよ、LINE のキャンペーンみたいなやってるから、あの、100円で1000円分もらえるよ。あ、じゃあ700円か。いや、ガチ嬉しい。それが。え、それちょっと LINE ギフトやった方がいいよ。って感じ。はい、次。子供の時、どこファンだったのって。僕ファンなかったっすね。マジで。あ、なかった。俺もなかったです。まあ、巨人の試合はね、2人で見に行ってましたよ。まあ、そう。って感じです。はい、次。憧れの選手は誰ですか?だって。憧れの選手か。なんかあの外人じゃないの外人。あれなんか外人の名前出してたじゃん。記事で。いついや、なんか出してたよ、絶対。記事で。誰だろうな。はい、なし、うん、憧れたら終わりやからね。終わりとは思ってないけど。憧れって難しい。難しいです。このテンション低めな感じも、まあ、この兄弟ならでは的な。はい、次。野球選手以外だったら何になりたかったですか?お、これは面白そうだな。僕はスポーツ選手になりたかったですね。野球じゃなくていい。何の?いや、何のとかないですけど、プロスポーツ選手が良かったかな。なんかなれるな。プロスポーツ選手だそうですよ。何になりたかったかって。テンション低くて笑うみたいなのが、すごい、すごい多いんやけど。まあテンションこんな感じです。ある意味、兄弟ならではって感じで面白いやろ。あと、サンバ男なのにスタバなんて庶民的って言われてるよ。庶民的。スタバでも行くやん、普通に。スタバって庶民的なん?いや、わ、スタバでも行くよね。俺は行く。はい。まあ、誰でもいけるか。うん。はい、次。あ、やっ、そっか、これか。はい、次。お兄さんの好きなとこ4つ。はい、あ、5つ。好きなとこ?これやな。5つや、5つ。はい、1個目。好きなとこ?そう。あ、じゃあ、お兄さんのすごいと思うとこ5つ。長距離が速い。はい、長距離が速い。あと、一応警察受かってる。はい、次、はい。
あとなんだかな。いや、全然あるだ。全然もっと経つやん。あんますごいと思ったことがあんまないから。はい、舐めてます。即答して、即答してとか言われてるんですけど。と思ったこと。ほら、答えてあげてって、奥様に言われてるでしょ、ですから。すごいと思ったとこマジでない。2つぐらい、その。はい、ふざけてます。ふざけてます。マジで舐めてる。はい、次。逆に言ってよ、じゃあ。自分で俺に勝ってるところに言ってよ。え、勝ってるとこ、マジで、マジなやつで言って。マジなやつ。え、マジなやつで言うよ。うん、で、ね、マジで勝ってたら、長距離でしょ、まあ、それでしょ。え、まあ、長距離は絶対勝ってるじゃん。うん、それは絶対勝ってる。で、サッカーも絶対俺の方がうまいのよ。微妙やな。で、あとは、絶対バドミントンとかも絶対俺の方が強いし。そういうのは分かんないじゃん。やったことないから。で、いえ、まあね。でも実際本気でやると俺の方が強いから。で、あとは、まあ、話す能力は絶対俺の方が強いから。話さない。あとはね、まあそんなもんかな。でも、まあ対決するのってさ、やっぱ運動とかが多いからさ、なんか難しい。確かに答えにくい。答えにくい。確かに。ほんとそうやん。はい、次の質問いきます。はい。あと、ゴルフも俺の方が上手いから。はい。いや、マジで。ゴルフはマジでやろう。絶対ゴルフ面白いから。変わらねえ。はい、じゃあ次、真面目な質問。三森選手、自主トレは何すんのって。どこでやんのって。これはまあ。お、ちょっと待って、面白い質問来た。どっちがモテるって来た。確実に私です。はい。ありがとうございます。確実に私でございます。どっちでもいい。はい。はい。自主トレどこですんのって。基本は筑後だと思います。まだ、多分。筑後。了解。筑後でやるそうです。はい。では次。これ最後になります。絶対に取りたいタイトル。つか、絶対に取りたいタイトルちょっとあれやん。絶対に取りたいタイトルは？なんだろうな。まあ、首位打者とかは絶対取りたいかな。やっぱり。おー。これどうする？まあ、最多安打とか。おー。最多安打。三塁打なら取れんじゃない？なんか。いや、それは別に。あ、三塁打ってあんの？ないし。ないんだ。あれただ記録で出るだけか。記録で出るだけ。あ、そうなんだ。って感じだそうです。皆さんどうでしたか？なんか、質問あれば、30分までやるか。あと3分やります。うん、これ何分に入ってきたっけ？忘れちゃったの。え、10分ぐらいじゃね？うん。10分に入ってきた。じゃあちょうどいいんじゃん、20分ぐらい。うん、いや、これ面白い質問があるよ。つかまさきの友達入ってんじゃねえの？これ大丈夫？記事になんないよ。大丈夫人ですか？え？ステージさんはね、ステージさんはどんな人だろうな。ステージさんもさあ、上林選手いい人だそうです。ギータさんと話したりしますか？だって。それは話します。違うわ。話すやろ。中のいい。あ、じゃあ最後にちょっと宣伝しとこうかな。これからね、私、個人的に YouTube やってますんで、ね、面白い動画たくさん上げていきます。まあ、さっきよりのコメント書いてあったんですけど、まあ私が基本勝てるのしか上げませんので、期待しててみてください。はい、絶対面白いと思うんで、チャンネル登録してくれると嬉しいですね。はい。って感じかな。あとなんかあるかな。あ、お前俺今日誕生日ないけど。おめでとう。言葉はいらないよ。言葉はいらない。はい、はい、はい、言葉はいりません。はい。帰ってきた時にお願いします。てか明日行くんよ、明日。だからよろしくって感じです。はい。以上かな。じゃあ動画楽しみに待っててください。はい。これは一応、YouTube の方に載せますんで、もし見れなかった人はもう一回見てくれると、見てくださいって感じかな。こんな感じで楽な感じで終わりました。接骨院来てくださいって書いてあるわ。どこの接骨院かわからないけど。
じゃあ30分まで。ってことで、じゃあ、終わりに、ちょっとこれ30分ぴったりで終わりたいな。なんか質問ないの？お、ファンフェス楽しみにしてますやって。はい、ファンフェス楽しみにしててください。じゃあ、まさきファンフェス楽しみにしてるって。うん。ってことで、じゃあまたありがとう。はい、じゃあね。はい、明日。はい、じゃあね。おい、ありがとうございました、皆さん。はい。って感じで終わりました。兄弟はいつもこんな感じです。本当にね、マジでこんな感じなんで、見てくれてありがとうございます。これ、あ、横山先生覚えてます。ありがとうございます。ありがとうございました。すんごいね、人がたくさん見てくれてありがとうございます。これ、まあ何度も言ってるんですけど、YouTube、チャンネル登録マジお願いします。どん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 ね、いろんなこと、やっていきたいと思ってるんで、お願いします。ということで、皆さんありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。明日、会う人、楽しみにしてます。声かけてください。